Okay guys, so I've got a banger for you in this video. We are going to review Naoya Inoue's fifth fight against Filipino fighter Gerson Mancio. The winner of this bout would walk away with the vacant Oriental and Pacific Boxing Federation light flyweight title, so OBPF for short. This fight occurred a few months after arguably one of Inoue's hardest fights against Ryoichi Taguchi, former unified light flyweight world champion. Okay guys, thoughts and opinions at the end, let's get straight into the action. この日本ボクシング界に突如現れた怪物が赤コーナー、アマチュア成績は81戦75勝6敗75勝のうち48勝をストップ勝ちしてきた我が国の高等学校アマチュア牧師出場初の7冠王。昨年10月のOPBFラン界でのプロデビュー戦、そして今年年初のプロ2戦目、さらに日本一相手の第3戦目と全てのカードを本日この試合の公式エリアはライトフライ級リミット108ポンド。大橋事務所属、現在のこの階級におけるWBO第15位、WBCで第9位、そして WBA世界ライトフライ級第5位。前線のプロ4戦目で日本王座を獲得した第36代日本ライトフライ級チャンピオン、そして今夜のプロ5戦目でこの王座へのストップとする未だ無敗の東洋太平洋ライトフライ級第1位、井上ボクシングファンの心を射抜く赤コーナー井上尚弥。青コーナー井上尚弥、18勝3敗、最初分け18勝のうち9勝がロックアウト。公式計量は107パウンド2分の1、フィリピンエスペランサ出身。現在のランクは東洋太平洋ライトフライ級第2位、フィリピンライトフライ級チャンピオン、ヘルソンスムースオペレーター、マウンシロー。井上の思いをここで打ち砕く青コーナー、フィリピン、ヘルソン・マンシオ。いよいよ東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦12ラウンドで行われます。左がランキング1位井上尚弥、右がランキング2位フィリピンのヘルソン・マンシオです。さあ運命のゴングです。第1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブフィリピンのヘルソン・マンシオです。さあ川島さん、はい、このまず井上がどんな立ち上がりを見せるか、どういうところを期待されますか。そうですね、まあ、1ラウンドは非常に緊張感ありますけれども、はい、やっぱそこを、ね、積極的に攻めて自分のペースに持っていくのがやっぱ井上の良さなので、はい、やっぱどんどん攻めていってほしいですね。そうですね、はい、さあ軽く左を出しながらという井上尚弥です。そして西岡さん、はい、前回の戦いでこの井上はちょっと気持ちが高ぶりすぎてペース配分ができなかった、はい、冷静さがテーマという話をしていたんですが、はい、どういう風な立ち上がり井上見せてくれますかね。まあ、その言葉通り冷静にちょっと相手の動きを見ながら戦ってますよね。前回は行こう行こうという気持ちがちょっと強すぎた面が出ましたよね。そうですね、はい、前回は4戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話をしていた井上尚弥です。ちょっとここはロープを背負っています。軽くパンチを出して今距離を取りました。軽く左を出してくるマンショーです。さあ西岡さん、ナイスフックですね。いいフックが出ましたが、フィリピンの選手との一戦ですけれども、フィリピンの選手の戦い方、何か西岡さん特徴というのはあるんでしょうか。そうですね、やはり振り回して一発一発しっかり打ってくるっていうのが特徴。おナイスナイスカウント。今も振り回してましたね、相手は。聞いてますね、聞いてますね。あ、ここで聞いている。さあ前に出た井上が、前に出た。今日は左で崩して右をというテーマを話している井上です。左フック効きましたね。そうですね、ナイスパンチ。さあいきなり効きましたね。さらに右、あ、マシに来てますよ。今日は打ち抜く右というのも見せていきたい、そう話していた赤いグローブ怪物井上尚弥です。聞いてます。さあ第1ラウンド、まだ1分間です。今度は左、
ランキング2位フィリピンのマンシュを追い込むか。今日は非常にあのパンチ切れてますね、ガードもしっかりしてます ね、 井上、いいですね、はい、さあ第1ラウンド、あるいはいきなり第1ラウンドでノックアウトシーンがあるかもしれません。ディフェンスして攻撃が非常に早いですよね、はい、うん、ここも左から右、そして左ボディ、右出てくる相手に右回していきます。西岡さん、はい、左右のコンビネーションこれ完璧なんじゃないですか、ここまで。前回の試合よりだいぶパンチも力強くなってますね、はい、急激に力強くなってますね。今日の試合が楽しみでしょうがない、そう話していた井上のその右のパンチ、さらには左のフック、ボディ、ここはアッパーを見せます。さあ世界への前哨戦、うん、よく見えてますね。相手の攻撃もしっかりとブロックして、そして自分のパンチを出してきます。右だ、さらに左、今回はディフェンスもいいですね、全く相手にボクシングをさせません。相手の動きをじっと見据えながら、そしてパンチを重ねる井上尚弥です。ここも右、左から右、うん、ここは続ける。ここで第1ラウンド終了です。井上が1ラウンドからいきなり圧倒してみせました。ここまでの放送は積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。1ラウンドで圧倒してみせた井上尚弥、2ラウンドはどうでしょうか。第2ラウンドが始まりました。1ラウンド立ち上がりから井上が完全にペースをつかんで、そしてパンチを重ねています。ここは左、そして右、さあマンシオはどういう形でここは押し返してくるでしょうか。日本タイトルをデビュー4戦目で取りました。23年ぶりの快挙を達成した井上、そしてデビュー5戦目はこの東洋太平洋王座決定戦です。おー、降りてきた、あー、ショートの右を合わせます。そして右、入れ替え左、いや打ち終わりをあれだけ狙われると、はい、マンシオはやはりパンチも出せなくなってきますよね。出せなくなりますか、はい、この階級の東洋太平洋の第2位です。井上が1位、そして2位がこのフィリピンのマンシオです。圧倒的な力差を今井上が見せ始めています。左、おここは右を出してきました。マンシオ、藤原さん、はい、井上サイドですけど、はい、お父さんの慎吾トレーナーによりますと、左で崩して、そして右のボディだという指示をこの第2ラウンド出してますね、はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。あー、そう、さあその指示通りのボディも出てきました。ここまで打ち分けてくると、これはマンシオも対応できないかもしれません。右のボディ、左のフック、マンシオの攻撃をうまくバックステップ、ちょっと距離を空けて、そこの引き際を打つんですよね、はい、こういう感じで、ね、はい、空いてるところをそして狙ってると、的確に、的確ですね、しっかりとパンチを出してきます、そしてそのパンチがヒットします。今日は足も、ね、そんなに動かさなくてですね、しっかり足を、あ、ナイス、地につけてしっかりパンチを打ってますよね、はい、西岡さん、はい、そしてこの上下の打ち分け、さらにボディという良さもこう今日は井上見せてますよね。あ、上下の打ち分けもいいですし、あとその、はい、先ほど川島さん言われたようにフットワークがですね、非常にこう滑るようなフットワークで、いいね、無駄がないですよね、はい、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が、おお、最初のタイムを右で奪いました井上尚弥。マンシオは立ち上がれるか、カウント8でマンション立ち上がります。さあ井上、右だ、ここで試合を決めに来るか。マンションニュートラルコーナーに入り込む、ガードメーカーの右、尚弥コール、両国国技館、あーっと右来た、それに対して右を返す、さらに左、この2ラウンドダウンを奪った井上尚弥、左のフック、マンシオも打ち返してきます。これがフィリピンの強豪、ランキング2位のマンシオ、それに対して日本ランキング1位井上尚弥、ここで第2ラウンドが終了しています。このラウンド井上尚弥がダウンを奪いました。川島さん、はい、ここぞというところでやはり来ましたね、このボディが来ましたね、その前のね、はい、そしてこの最後の右ですよね。そうですね、はい、
あ今は、はい、攻撃にあの無駄がないですね。攻撃ディフェンスが速くてまず無駄がない、理想ですね、はい、さあ父慎吾トレーナーからまた直接今指示を受けます。慎吾トレーナー、そして今日プロデビュー戦を迎えた弟拓磨、さらにはその横がお母様、そしてお姉様、家族井上家は5人で世界を目指そうというそんな戦いをずっと続けています。さあこれから3ラウンド、ここで井上尚弥が勝負を決めるかもしれません。第3ラウンドが始まりました。この試合に向け井上尚弥はしっかり流れを作って中盤 KO というそんな自分の理想があると話しました。ただ西岡さん、はい、中盤までいかないかもしれない、それだけのこう内容を今日井上見せてますよね。そうですよね、もうそれぐらいの内容を見せてますよ、はい、ただここから満州がどれだけねタイトルへの執念を燃やしてくるのかっていうのが見どころですけども、そうですね、今回は自分の成功そして家族のために戦うと話すヘルソン満州です。ここにあただちょっと川島さん、はい、怖い右というのがこのマンションありそうですね。そうですね、この右フックですね、はい、オーバーハンドのフック思いっきり振ってきますからね。そうですね、また結構あのフィリピンの選手って伸びてきますからね、パンチが、はい、避けたと思ったら食らってるっていうところもありますので、そこはやっぱりねこれしっかりガードして避けてボディでつなげたいですね、はい、ボディ来ましたよ、さあただ今の左のボディ、ボディです、そして右、さあ井上尚弥相手を見つめる、今度はマンションのボディだ、左のボディ、さらに井上が返していきます、左でコントロールしてそして右、今日テーマに話したその右が第2ラウンドでダウンを取りました。そしてこの第3ラウンドもしっかり左からそして右、井上尚弥のそのボクシング組み立てが出ています。動きながら左を出します井上尚弥、今日はあえて接近戦も交えてそしてこのマンションと戦います、そう話していました。ここも接近戦からボディ狙ってましたね、ある程度打たしておいて隙を狙ってそこを打ちましたね、さあマンションが下がり始めた、マンションが下がり始めた、ボディ効いてますね、残りあとは1分10秒、ここで上、ここでパンチまとめたいですね、ただマンションもここはうまく回を入れ替える、左のボディだ、あもうボディ相当効いてますね、ダメージが蓄積されます。さあ今日のフィニッシュシーンはどのパンチで来るか、井上尚弥第4戦日本タイトル戦はチャンピオン田口の外で前に判定決着になりました井上尚弥です。今日 の井上選手非常にガードがいいですね、このだけガードをしっかりされたらなかなかもらわないですね、はい、ディフェンスも非常にいいです。そうですね、はい、そしてそのディフェンスからというのが西岡さん、はい、攻撃のその切り替えがいいんですよね、非常に早いですよね、でこのマンション選手非常にタフなんで、はい、あのじわりじわり攻めていってますよ ね、 そうですね、さあここも接近戦からそして少し距離を取るか、じわりじわりダメージを与えてそして中盤 KO、そのイメージというそのイメージ取り消えた、その左手、さあまた前に出る、あ効いてますね、マンションは下がる、 あとは時間、このラウンド残り時間はほとんどない、マンションは耐えられるか、ここで第3ラウンドが終了しています。さあ世界前哨戦井上尚弥、1ラウンドから3ラウンドまでは圧倒的なそのボクシングでマンションを抑えました。この4ラウンド以降はどうでしょうか、ここは少しうまく井上が距離を取ってみた、おーおーすごいやっぱですね、あちょっと痛がってますね、さらに右のストレート、今日は左そして右すべてのパンチが素晴らしい内容で井上尚弥がマンションを圧倒しています。おーナイスパンチ、ここも合わせます、そして左右、さらに左を重ねるか、ただマンションもここは引きませんでした、少しこの辺りはステップも使いながらという戦いに帰っています。西岡さん、はい、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けているそんな感じが井上からしますけれども、そうですね、やはりおお、しっかりガードですよ、じわりじわり攻める、左から弱らせていくっていう、上下を追って弱らせるっていう意識があるんじゃないですかね、はい、
さまざまなことを出しながら、とにかく今回世界へつながるその自信をつけたい、そう話していた井上尚弥です。接近戦も使います、そして距離も取ります、ステップも使います、そして左も右もさまざまなパンチも出してきます。宮田さん、はい、その赤コーナー井上サイドなんですが、お父さんの慎吾トレーナーもですね、かなり手応えを感じてますね、はい、であとは左で崩していって、そして強いところのボディーだと、そしてフィニッシュにこのラウンドつなげていきたいという話をしています、はい、中コーナーサイドは鈴木アナウンサーです。さあそのフィニッシュシーン、このラウンドで迎えるかどうか。さあロープを背負わせる、体を流したところをちょっと狙いたいですよね、はい、いつもの得意のパターンですね。さあまずはそして左です、ですね、はい、まず一つ井上尚弥にとっては左、そしてその左からの右です。ここも右、左ジャブ、そして右、東洋太平洋のベルトがかかります。この大きな舞台で井上尚弥がさらなる進化を我々の前で見せています。右、相手のパンチを全くもらいません。そうですね、やはり非常にタフでガードも硬いので、下からやっぱり弱らせていきたいですね、もっともっと、はい、一時こうボディでかなり追い詰めるというシーンも西岡さんありましたからね、はい、やはり打ち続けることでね、もっともっと弱ってくるので、はい、そのボディも交えた攻めを出せるか。そして本人の中では一つ今回見せられるのは打ち抜く右、その右のストレートが出るか。さあボディを出してきました。マンショー左目のあたり切っているようです ね、 あ、そうですね、井上のパンチのダメージがマンショーの左目にここはダメージを与えています。ハイボディでさ右落ちてきてるから、弟を佐久間が見つめます。井上尚弥とは同じ階級です。そして今日日本ランカー相手にプロデビュー戦を戦いました。判定で見事プロデビュー戦を飾った弟佐久間、その前でさあ兄はもっといい内容の試合をしたいんです、そう話していた井上尚弥。第4ラウンドまでこの東洋太平洋の戦い、このランキング2位の満州を圧倒してみせました。さあ父慎吾トレーナーからさらにここは指示を受けます。東洋太平洋ライトフライ級の王座決定戦です。12ラウンドで行われますが、4ラウンド終了時点でジャッジ3人は全てが40対35、井上尚弥を支持しています。さあこれから戦いは中盤へと入ってきます。若島さん、はい、ジムの会長もそして父親でもあります慎吾トレーナーもこの試合の内容によっては次世界と、そんな言葉をしています、ね、話しています、ね、はい、世界に行ける内容ですよこれは。そうですね、うん、そうすると史上6戦目で日本人が世界を獲得する、これは最速。さあ第5ラウンド井上の右、満州タフですね、さすがランキング2位、このランキング1位井上尚弥、ランキング2位の満州、この2人による王座決定戦です。福永さん、はい、エルソン・マンショーサイドですが、目の上の傷ですが、はい、ドクターのチェックが入りまして、まだ傷は浅くて、そして傷の幅もそれほどないということで、はい、視界には全く問題ないということでした。マンショーのパンチはちょっと力強さがなくなってきましたね、うん、あ、そうですか、はい、マンショーサイドは立本慎吾アナウンサーです。さあ少しパンチのその威力がなくなってきた、西岡さん、はい、それだけ井上尚弥がダメージを与えているということで、上も下も効いてますよね、はい、ここでさらにもっと下上攻めたいですよね、このラウンドで果たしてノックアウトというシーンがあるか。第2ラウンドでダウンを奪っている井上尚弥です。一発があるこのフィリピンのマンション、それに対して今度は右を出してきました井上尚弥です。ちょっと単発の攻めというふうにマンションが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、うん、さあミドフック、このラウンド出てきましたね、積極的にね、マンショー。第4ラウンド終了、大きくジャッジが井上リードとしているということで、ここでマンショーが出てきました。ただもう足もちょっと定まらないですし、はい、パンチもちょっと威力はないですし、バランスも崩しますよね、そうですね、はい、さ
ここでサビ出てきたところにうまく右を合わせます。キーだ、ここでまとめる左、井上がさ前に出た、井上の上が前に出る、ロンドンを背負わせる、連打が続く、井上の上が出した、もっとまとめたい、まとめたい、さらに出せるか、倒れるまで、さらに右、残り30秒切りました、ロンドン、ね、井上の上が出る、ストップの右が、ストップ、さらに右が出る、マッチを下がらせる、井上の上、世界に向け、このラウンド、さらにダッシュを重ねる。東洋太平洋王座決定戦5ラウンド、井上尚弥テクニカルノックアウト勝利。世界前哨戦を見事にテクニカルノックアウト勝利で飾りました。大したもんですね。うん、本当ですね。キニラッシュ、そして見事に今日も勝利を手にしました。東洋太平洋ライフライ級新チャンピオン井上。So guys, Gerson Mancio did not have any answers to solve the problem of the opponent called Naoya Inoue, the monster. So guys, I don't know about you, but it's always a pleasure to watch Inoue box. Obviously, in his early pro days, he made mistakes, as you can see in this fight, but you can still see well-defined moments of pure boxing skill. However, today is a different story. You'll be hard-pressed to find him a worthy adversary. His skill has reached new levels, starting with his precise and reactive footwork. You guys already know I'm big on footwork, so I usually watch a boxer's feet to give me some info about what's happening with the boxers. Inoue takes sharp and specific movements to get out of range so efficiently, and powerful ones when he's moving forward towards his attacks. Then we have his punch selection, which regularly dazzles and completely overwhelms his opponents when he puts those meticulously trained combinations together. A mixture of light, fast punches alongside with more impacting, powerful punches. When he goes to the body, by the way, which he did on several occasions against Mancio, I can't lie, but I always feel bad for his opponents. We are also treated to his astute ability to counterpunch his opponents with such agile and evasive movements. This normally surprises his opponents, as I believe Inoue sets his opponents up beforehand. So in effect, he is a few steps ahead mentally and physically. Remember guys, we have exactly 1 month until the Marlon Tapales Naoya Inoue fight, which happens the day after Christmas. So on the 26th, i.e. Boxing Day, how convenient. So I'm going to keep reminding you constantly. Anyway guys, that's all for now. I really hope you've enjoyed watching this video. Please remember to smash the like button if you have enjoyed this particular update. Remember to leave a comment in the comment section if you want to add anything about Naoya Inoue, the monster. So until my next one, peace out.